さん、こんばんは。ファッションチャンネル、笹野葉きららの一人旅チャンネル。今回で133回目になります。今回は、福井県の敦賀にあります、人道の港、ムゼウムをご紹介させていただきます。それでは今回もよろしくお願いいたします。ということで、パッションチャンネル、笹野葉きららの一人旅チャンネル、今回で133回目になります。今回は福井県の敦賀にございます、人道の港、敦賀ムゼウムをご紹介させていただきます。それでは、どうぞ。ということで、福井県敦賀市にあります、人道の港、敦賀ムゼウムご紹介させていただきました。ちょうど行った時に、アンネの日記の、企画展とか、あと、そのユダヤ人の、そういう、支援があったとか、そういうのも初めて知ったあれだったので、とてもお勉強になりましたし、感動というか、すごく心に、残った、記念館になりました。それでは、次回も少し敦賀の港の方をご紹介させていただきます。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。